今週はこちらです。地元の選手を好きになっていただこうということで、地元選手のまるまる愛特集。今日は木曜日です。三重県松阪市出身の岡林優希選手です。岡林選手のプロフィールはこちら。背番号今年から一番になりました。二十二歳。二年連続ベストナインなんですけれども、うん、出身が。 小野町にある高校なんですが実家は松阪市にあるんですよね、松阪牛でも知られていますし歴史の町でもあります、ぜひ松阪にお住まいの方は岡林選手、覚えてください。天才ヒットメーカーとにかくヒットをよく打つ林です、この岡林選手は何が好きかと言いますと、はい、こちらですドラゴンズ1のドラマ愛を持っております。 テレビドラマっていうことですかその通りです<ー>テレビドラマ大好きなんですね <laughs> それでは本人を直撃いたしましたせっかくですから、ね、TBS ドラマで好きなものを聞いてみましたまあ僕一番好きなのはまあジン <laughs> が一番 TBS の中でジンかなと思いますしへへへ。<laughs> <laughs> フフィクションはフィククシショョンンはですよそのまあ、ね、タイムスリップしたとかですけど、まあ、本当にリアリティがあるというか見応えのあるドラマだなとあ<ー>まあ他で言うなら、ねうん、あのアンナチュラルとかあの義母の娘のブルースかなとかそうです、ね、あとは、まあ、逃げ恥もそうですしねいろんなのを見てますね。 す,すごいですね、でまあ、ジンは時代ものだったりしますし、うんうん、でも、はい、アンナチュラルサスペンスとかが、ね、感動ものファミリーもの逃げるは恥だが役に立つ、あ、はい、逃げ恥って、あはい、懐かしいでですすねねさんそう私が黒縁、眼鏡をかけて髪を伸ばし始めたのは、この頃の星野源さんに寄せるためでしたからね、<laughs> ええ寄り切らず朝ごえ声さんで止まっていると。<laughs> スラスラ出てくるでしょ、ドラマ名が。すすごいですね2曲も合わせるとすごいんですよ。<え>で、シーズン中は録画したりとか、TVer で見たりとか、だいたい最終話になると、新しいドラマ、こうですよって、番組宣伝するでしょ、はい、予告はそれでまた見るっていう、ドラマループなんですよね。で、岡林選手とドラマといえば、こちらなんですよ。TBS ドラマ 下克上球児に出ていたなんですが<ら>これ、三重県の白山高校が甲子園に出場しましたそれをモデルにした越山高校の物語なんですがその越山高校の対戦相手の中心選手が岡林選手ではないかと言われているんですよ。 だからそのシーンをぜひご覧いただきましょうと言いたいところなんですが大人のいろいろ都合がありまして映像を見せられないということでねこちらご覧いただいてですねああと思うと思うんです、越壇高校の敵チーム西葉高校のエースとして君臨していた児玉拓選手が岡林選手ではないかと。 われているんですよね。こでこの小玉選手というのはですね、えーはい、ピッチャーだけではなくて、ほらこんなシーンありましたよね。<っ>こう打つ方でもお注目されていた。これあの静電気でボールが浮いてるデンジロ選手違うわ違う。静電気でボール浮かすあのマジシャンじゃないの。じゃないですか。これ野球のシーン。ちなみにこれ誰が書いたんですか。私。これ私が。<laughs> いやこれね下手くそでもないしうまくもないっていうう。でこれねあの下剋上球児を知ってる人はこんな絵出さなくても分かるし、はい、下剋上球児見てない人はこの絵出されても分からない,いねないどっちに転んでも頭が混乱するだけの絵かもしれませんが結局ね3対4で、えー、敗れてしまって岡林選手と思われる選手がいたチームは、はい、結局下剋上球児を許したという。 主人公だったんですが<ー>それを受けて実はモデルになったのは嬉しい,はい、はい、勝ちきれなかった悔しさが今につながっているということで<ー>岡林選手、今2軍なんですけれどもぜひ早く1軍に上がってほしいと思います。以上若さのマイドラでした